西成に行かずにはいられない理由、それは鉄板焼きホルモン山木がうますぎるから。あの中毒性のあるホルモンにハマりすぎて帰宅後まさかの行動に、1本80円のホルモン串と肝焼き80円、アルコールの種類はビールか排力感か酒の3種類、秘伝の漬けダレに半身浴させてかぶりついた後ビールを流し込んでおいしい。口の中メテオガーリック。裏メニュー油は犯罪的うまさ、内臓脂肪警察がうんうんなってる。帰宅後ホルモン3キロくらい買ってネオ山木開店してしまいました。お客さんは誰も来ないので私だけ醤油、砂糖、蜂蜜、ニンニク、リンゴジュース、一味を腱鞘炎になるまで、このためにプレートもヘラも買ったよ。合法やむきの完成。おいしい。油ももちろん、食べまくったら体重めっちゃ増えて隠れ肥満児になりました。